色恋連邦、または、ホ袖の書に連邦は、北アメリカのアメリカ合衆国ニューヨーク州、オンタリオコ南岸とカナダにまたがった、保留地を持つ、6つのインディアン部族により構成される、部族国家集団を言う。今日では、シックスネーションズの別名で呼ばれることもある。この連邦の成立は、14世紀頃と民族学者の間では推測されている。成立当初から、 六部族で構成されていたのではなかった。大いなる法などの故障で伝わる紀元伝承によれば、17世紀に五部族の連合として、今日、色恋連邦として知られる連邦国家が成立した。色恋連邦は、アメリカ独立戦争に巻き込まれ、パリコーア条約後のスタンウィックストリデ条約で、独立した地位を、ほぼ喪失した。色恋連邦の旗。 色恋の大いなる法を記録したワムパムベルトを衣装としている。フランス人からの交易品を身につける色恋族1650年の色恋連邦の領土18世紀にタスカローラ族が同盟し、六部族連合となった。大いなる法などの故障で伝わる紀元伝承によれば、17世紀にワイアンドット族の出がないだと、モホーク族の早ワサの朝廷によって、 互いに戦争状態にあった五代コ,コハンのカユガ族、モホーク族、オナイダ族、オノンダーガ族、セネカ族の5つの部族が同盟し、ホデノ書ニという今日、色恋連邦として知られる五部族連合の連邦国家が成立した。デガナオイラによって設計された、この部族連合は、18世紀前半にタスカローラ族が加わって六部族連合となった後、 アメリカ独立戦争頃まで強固な結束を保った。五部族の和平を結び連邦の成立を成し遂げた、デガナウイダと、早わは、グランドピースメーカーとして知られている。色恋連邦は、ヨーロッパ人の到来以前から機能しており、実際の連邦の成立は14世紀半ばまで、遡るとする研究もある。また、その成立過程は五カ国が一度に結集したわけでは、 なく、モホークとオナイダとオノンダーガの3カ国が先に、連邦を形成し、後に、カユーガ、セネカが参加したと考えられている。イロコイの名称は、ワイアンドット族が、イリアコイと呼んだ通称に、フランス入植者が、ワオゴビにつけ、イロコアと呼んだのが由来である。彼ら自身は、オングワのシオンにと自称する。アメリカ独立戦争に巻き込まれたイロコイ連邦は、 イギリス本国側に立った陣営と13、植民地独立派側に立った陣営に分断されて6、部族連合の結束が崩れ、互いに敵として戦い合うことになった。独立派にとって、ニューヨーク国内の色恋との戦いは、イギリス側に立つ、先住民勢力の制圧という当面目標の達成のみにとどまらず、色恋の抵抗力を取り除いてその土地を、 獲得するという長期目標を叶える機会でもあった。独立戦争が始まると、色恋連邦は、イギリス側と独立派の双方から交渉を持ちかけられて、駆け引きの対象となり、注目を受けた。そして、戦闘へ参加する色恋の集団も現れる。イングランド国境界の信徒であったジョゼフ・ブラントからの説得を受け入れた、模倣国族に、 伝統宗教的立場を取った、セネカ族は、イギリス側の陣営として立ち、局外中立を、当初目指した、オノンダーガ族及びカユーガ族も独立派に襲撃を、受けると、イギリス側への協力に回った。プロテスタントの信徒が多かったオナイダ族のほか、タスカローラ族は独立派側の陣営として立った。モホーク族選手の長ョゼフ・ブラントとイギリスの共同部隊は、 ゲリラ戦を仕掛けて独立派集落に襲撃を繰り返し、独立派に打撃と恐怖を与えた。とりわけ、ブラントを除くインディアン所属の兵とイギリス兵の共同部隊によるワイオミングの虐殺は、1778年の夏頃に戦争全体での優勢を確立しつつあった独立派へ大きな衝撃をもたらした。そうした中、 独立派の大陸軍最高司令官である、ジョージ・ワシントンは、ニューヨーク国内の色濃い勢力総統を計画して、大陸会議の許可を受け、1779年6月に、根拠地の破壊と無力化を目的としたジョン・サリバン、少々の遠征が実行された。9月まで行われた、このサリバン遠征で、 ブラントらの部隊が壊滅させられることはなかったが、色恋の居住地は徹底した破壊を受けて消毒化された。これは、オナイダ族を除くほとんどの色恋連邦所属を明らかに敵として扱うものであった。ブラントは、自身に賛同した他の色恋連邦所属の一部も、引き連れ、英領カナダを拠点として独立派に対するゲリラ戦を続けた。 独立戦争に勝利したのは独立派、アメリカ合衆国であった。パリ講和条約では、イロコイ族を含む、インディアン諸族は帰り見られることなく、イギリスにミシシッピ側以東の地域を、米国の司法権下へ引き渡された。イロコイ連邦は、内部対立を収集できないまま、スタンウィックストリデ条約の会議に立たされる。 1784年のスタンウィックストリデ条約はアメリカ合衆国の色恋連邦に対する講和条約としての性質があり色恋は米国へ領土の割譲を強いられその独立した地位もほぼ喪失する同条約の会議で色恋連邦は以前まで有していた支配権の上等アメリカ合衆国に対して原則的には 受容しなければならない地位にあるということを認めることになった。強いられた、この条約を色恋側は批准しなかったが、そのことはもはや、米国側による色恋からの土地獲得の障害には、ならなかった。独立派に組みたオナイダ族と、タスカローラ族も、1785年のハーキマー、トリデ条約で土地の譲り渡しを州政府に強いられた。色恋の所属は、 以後も、1788年に、オノンダーガ族とオナイダ族、1789年に、カユーガ族、1797年にも、ホーク族が、州政府との個別条約で土地の譲り渡しを強いられていった。しかし、それらの条約は、アメリカ連邦政府の承認が明確になっておらず、原則として合法性が疑われるものであった。 色恋連邦に所属する国は、母系社会であり、クランマザーをはじめとする女性たちが合議し、連邦を運営する主張たちを推挙、解任する。特定の家系の男子のみが、主張に選出される資格を持ち、その資格は、母系で継承されていく。主張は、連邦全体で50名で構成され、モホーク9名、オナイダ9名、オノンダが14名、カユが10名、 セネカ8名と決まっている。主張にはそれぞれに称号があり、時代の主張へと継承される。その中には、ワンパムの保管など特別な役目を持つ称号もある。主張は年に一度、オノンダーが領内にある、中央の炎と呼ばれる場所に集まり、連邦全体に関わる問題を討議した。連邦のうち、モホークとオノンダーが、セネカは、年上の兄弟、カユガと、 おないだは、年下の兄弟と呼ばれるグループに分かれる。ある議題を論議する場合、まず年下の兄弟の間で討議し、その議論を、年上の兄弟たちは傍聴する。次に、年上の兄弟たちが、同じ議題について議論し、年下の兄弟で出た結論と同じ結論になれば、それで可決となる。結論が異なった場合、議論は振り出しに戻る。 全体が納得するまで議論する仕組みから結論が出るまでに1年以上かかることも珍しくなかった。重要な決まり事はワムパムベルトという貝殻ビーズの織物に幾何学模様で記録する。19世紀になると白人たちがデタラメな模様のワムパムベルトを作って売り返したためこれを正規物と誤解したインディアン部族間の戦争まで起こった。現在も 部族の法を記録した、この織物は大切に保持されている。敵の頭の皮を手土産に、捕虜を連行する、色濃い戦士、色濃い連邦は、女が濃厚を行い、男は戦士を務める、軍事国家だった。彼らは、周辺のインディアン部族に戦いを挑み、敵部族の捕虜に対して両側から棒で殴られる中を、走らせる、ガントレットの儀式で試し、 これに耐えた戦士を新しい位置、公式な部族員として迎えた。色恋の戦士の荒烈さは、他部族のみならず白人入植者を震え上がらせた。彼らは、敵部族に拷問を行う風習も持っていた。また、彼らは、敵部族を征服し参加とすると、安全保障条約を結び、その部族に代わって、他の部族と戦った。こういった。 獰猛な戦士の姿から、色濃い連邦の部族に、蛇をイメージする、インディアン部族は多かった。オジブワ族は彼らを、ナドワと呼んだ。これは、スー族と同じ由来である。オタワ族は彼らを、マッチェナウトワイと呼んだ。選挙に基づいた、自治制度が、アメリカやカナダの政府によって導入されて、政府公式の自治議会と色、色濃い 伝統の自治議会が並存している地域がある。そうした地域では、双方の対立という問題も見られる。20世紀末以降には、特定の家計からのみ主張が選出される制度に、対して、当該家計外の部族民から、特権的な政治継承の原理という意見も一部では、なされている。ロングハウス庫を引き、干した果物を砕く、色恋族の女性ロングハウスという、 数家族が同居する住居を伝統住居とし、トウモロコシや豆、カボチャを栽培する農耕を行った。この三種の作物が人のために生まれてきたことを感謝し、三姉妹、我々を維持する食べ物と色恋族は呼ぶ。彼らの伝統的な作付けは、これらの種を同じ場所に巻き、トウモロコシに豆が絡みつき、その根元をカボチャが覆う、というものである。 トウモロコシと豆を共に栽培するのは、労力の節約の他に、土壌から失われる窒素を豆で補う効果もあった。1日に一度、朝と昼の中間の時間に生産をとり、夜勤のロースト、魚介類、サラダや、ベークドパンプキン、ベークドスクワッシュ、ヘーゼルナッツのケーキなどを食した。これらは、ニューイングランド地方の古典的な料理である、クラムチャウダー、 ボストンブラウンブレッド、クランベリープディングなどの原型となった、色濃いパスポート。最初期の部族パスポート構想は1923年から始まった。連邦政府が公認した全米500以上に上るインディアン部族は、インディアン事務局の監視、管理下にある部族会議を設置して、フェデラリーレコグナイズドトライブスが集まる主張制となっている。しかし、 色恋連邦は、当初から、連邦政府イコール、ビアの干渉を拒絶して、この種の、主張性が強制される、部族会議などの組織は持たず、朝廷者の合議性による、自治独立を実現しているケウナインディアン部族である。これが、アメリカ合衆国政府との条約によって保障された、保留地の本来の姿ということになる。色恋パスポートというワシの羽を使った。 独自のパスポートを発行しており、使用を連邦政府と相手国側に認められる場合もある。2005年に国際宗教学宗教史学会の東京大会へ招かれたオノンダーが属パネリストの一団が来日する際、このパスポートの使用について日本政府側の承認があった。2010年の国際スポーツ大会において色恋のラクロスチームは、 アメリカ国務省からの承認を受けたものの、イギリス政府側は、その使用を承認しなかった。2009年9月21日に、ニューヨーク州のセネカネーションは、その名の下で、自らの部族民に、西半球旅行の身分証明書を発行するために、合衆国国土安全保障省と開発協定の、役上書に調印した。発行がされるようになれば、 証明カードで合衆国の国境を越えて国外と行き来できることになる。ウンデッドニー選挙の指導者の一人で連邦政府から訴追されたデニス・バンクスが1983年に FBI から逃れるためニューヨーク州の部族国家オノンダーガへ亡命して話題となった。FBI は自治権の強さで知られるオノンダーガネーションに入れずバンクスに手が出せなかった。 色濃い国家はこの、ウンデッドニー選挙では代表団を送り、オグララスー族の独立国家宣言を最初に承認した。色濃い影響論とは、アメリカ合衆国の建国者たちや、合衆国憲法基礎に、色濃い連邦の所要素が大きな影響を及ぼしたと、する説。色濃い影響論では、自由や民主主義といった色恋連邦の政治システムが、 新国家アメリカの基礎になったと歴史を認識している。色恋を研究分野とする人類学者及び憲法研究の権威と評価されている私学者のほとんどは色恋影響論に強く反対している。影響論は色恋族以外のインディアン部族を要因として挙げるものも含めて広くは受け入れられていない。影響を及ぼした可能性についての定期は19世紀から。 時折あったが、1980年代に、色濃い影響論が主張された時大きく注目された。色濃い影響論の賛同者は、包括的な議論提起及び証拠提示を行った、学者のブルース・イ、e、ー・ジョハンセンとドナルド・エグリンデ・ジュニアの、研究成果を、インディアンを、アメリカ史へ、好意的に受容したものとみなしている。1988年、アメリカ合衆国議会両院で、 合衆国憲法への色恋連邦の貢献を認定した決議が可決され成立した。前年には上院議員ダニエルイノウエの提案した同様の別決議が上院で可決のみはされていた。色恋影響論をアメリカ先住民や教育界の多文化主義者の多くは好意的に迎え入れていたが学会内の多数は影響論の裏付けとなる証拠やその論理について 信頼のできないものとして見続けている。アメリカ合衆国へ、色恋連邦の所要素が及ぼした影響についての、コンセンサスは、とするのが、バランスの取れた見方とされている。色恋の連邦制度が、アメリカ合衆国の連邦制度のもとになっており、13、植民地が、アメリカ合衆国として独立する際に、色恋連邦が協力して、大統領制をはじめとする、 合衆国憲法制定にも影響を与えたとする研究者もいる。ジョハンセンは、色恋は、ベンジャミン・フランクリンやトーマス・ジェファーソンに影響を与えたのみならず、独立から憲法の制定に至る過程で、具体的な示唆を与えていたとしている。この色恋連邦のシステムは、植民地の政治家や思想家の心を捉え、その中の何人かは、 ロングハウスでの大協議会に参加し、外交についての授業を受けている。イロコイ連邦の長老は、何度も彼らの連邦のスタイルを白人たちの13、植民地のモデルとして、彼らに提示している。白頭は史の米国国章は、イロコイ連邦のシンボルを元にしたものであり、合衆国憲法そのものも、言論の自由や、信教の自由、選挙や弾劾 独立州の連合としての連邦制に安全保障条約などが色恋連邦からアメリカ合衆国へと引き継がれたものである。人類学者のエリザベス・トゥッカーは新国家アメリカと異なった原理で色恋の政治システムが構築されていたと説明する。合衆国憲法で採用された連邦制度と比べて色恋連邦の連合方式は 中央集権的要素が見られないものだった。50人の首長たちは選挙で選ばれるのではなく、クランマザーたちの推挙で決められ、首長数の連合参加各国への割り当ては連合の、しきたりとしてある各国へ付けられた序列にのっとっていた。13植民地入植者社会には、インディアンの言語に対する理解が不十分なうちから、民主的制度が見られる。 法制史学者のジャック・エヌ・レコーブは、ニューイングランド地方における、タウンミーティングの民主的自治や、新大陸発の議会とされる、バージニア議会を例示している。さらに、連邦主義的制度は、色恋との接触以前から見られる。政治学者のサミュエル・ B ・ペインは、ニューイングランド連合の、連合規約と呼ばれる近世の憲法の例を挙げている。この連合について、 連合参加各植民地の体内主権は連合の力や主権と共同しており、連合体として実際に機能していたと説明する。1744年の連合を形成すべきとの中国、色恋族にニューイングランド入植者が接触する1677年、それらの30年以上前にイギリス人入植者が連合という仕組みに慣れていた。 ことをペインは指摘している。アメリカ独立革命以前と以後の重要な政治的概念のすべてはヨーロッパの前例を明らかに参照していた。参政権の平等主義について、霊公部はこう指摘する。結局のところ17世紀のイギリス社会に短所があり、特にイングランド内戦及びイングランド共和国の時代とその時代に生じた出来事。 貴族院及び君主制の廃止、パトニー討論や平等派といった急進的な政治感情とその実践に関係があった。アメリカ合衆国の建国者たちはヨーロッパの事例を参考としたことを明らかにしている。遺説が指摘する個別の事例、オノンダーが族の村、アメリカ及びカナダの六部族。インディアンカジノは、 保留地と連動したアメリカ連邦政府との連邦条約規定に基づくインディアン部族の権利である。貧困にあえぐインディアン部族にとってこれは現代のバッファローと呼ばれる最後の切り札である。色恋連邦では現在3部族が以下のカジノを運営している。バッファローでの集合写真、ありがとうございます。